ちらは黒部レイランブ隊の皆さんでございます。はい、それではスタンバイの方お願いします。こちらの団体はですね、富山市新川地区の10歳から60歳くらいのメンバーが集まり活動をしているということで、今年で結成12年目、食べること飲むこと、そしてよさこいが大好きな私たち、よさこいで富山を元気にするぞということでメンバー募集中でございます。さあ、で2013年の曲はですね、聖火上々という曲だそうでございまして、はい、黒部レイの鳴子の音が皆さんの心の中に余韻が上々といつまでも残りますように心を込めて踊りますということです。さあ、旗のお二人、お二人ともステージに上がりますか。はい、はい、そうですね。というわけでね、よさこいのこの大きな旗というのも一つの名物で、本当に地面につきそうでつかない、はい、ね、人に当たりそうで当たらない、ね、本当にこの旗もね、非常に見ものの一つです。もう、こんな、君、旗を振る、旗振るんだ、かっこいいんですよ。かっこいい、じゃあ一つね、かっこいいところを見せていただきたいと思います。はい、はい、それと、なんとこちらにまた凛瑠美幸ちゃんが登場して、今度は三味線を持ってねえ、はい、これ参加するということで、はい、三味線弾きながら歌います。頑張ります。はい、それではお願いしましょう。黒部レイランブ隊の皆さんです。どうぞ。まだです、まだです。いいですか。黒部レイ2013聖火上々。頑張る。
はい、聞いていただいた3人です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。